はい、アキラです。今回はアプリリア RX125 のハンドル交換をやってるんですね。これ外すとこね、取るの忘れちゃったんだけども、まあなんでハンドル交換するかっていうとね、これわかるかな、なんか並べてみるとね、わかるかわかんないかちょっとあれだけども微妙だけど、ここがねぐにゃって曲がってんだね。こうすればわかるか、こっちで左側の方がねぐにゃってこれ後ろの方に来ちゃってるんだね。こんだけぶっといパイプをねまた元に戻すっていうのも難しいんで、これアップガレージで中古品の、まあ、こういうハンドルがあったんでね、買って交換することにしました。これねハンドル周りいっぱい部品ついてたね、ここまで外すの大変だったんだけども、まああとはつけるだけでいいんですね。取り付けの方はね早回しできますね。でこれスイッチボックスがね左右についてるんだけども、これ標準のやつはねスイッチボックス側に突起があってハンドルに1ギメの穴があるんですね。でこれわざわざね穴開けるのももったいないんで、スイッチボックスの方の突起をカットして取り付けました。1ギメは何であるかっていうと、このスイッチボックスがね樹脂のモナカ合わせでね、いくらきっちり締めても力入れるとぐるって回っちゃうんですね。だからそれを防ぐためにそういう突起で1ギメしてるみたいですね。まあ、その方が安く作れるっていうことでしょうね、おそらくね。ちなみにハスクバーナのやつもね同じような構造なんだけども、1ギメはついてないんですね。あれスイッチボックスの中にねやっぱ金属のバンドでしっかり止まるようになってるんですね。これは接着剤をつけてこう奥まで押し込めば大丈夫だったかな。まあとりあえずここまで ついたからね、まあこれで大丈夫でしょう。よし、一応ここまでついたんでね、位置合わせですね。回転方向これぐらいでいいかね。一応これで締めてみようかな。なんか今までねこれ左側手前に来てたからね、なんか左側が遠く感じるか。とりあえずねつくもんはついたんで、まあこれで試運転してみて、まあ細かい調整をまたやりましょうね。あとこのグリップは新しくつけちゃったけど、グリップ先につけなきゃいけなかったな。一応ねハンドルが新しくなったんで、新しいったって中古品だけども、まあグリップも新しくねしときました。こっち側は接着剤をつけて押し込んだんだけども、押し込むときにねやっぱり洗剤を薄めたやつを塗ってやればなんとか奥までずるっと入ったね。標準のやつは中に溝が切ってあったんで、まあそれで回らないようにはなってたんだけども、まあこれ溝がないんでね、こういうとこワイヤーで縛っておこうと思いますね。いやこのハンドルねちょっとこの手前の絞りが少ない感じだね。これちょうどねハンドル少し起こしてもあんまり角度変わんないから、なんかいい感じかな。標準の圧はね多少手前にこう絞れてたからね、これハンドルを起こすとなんかこう上に上がっちゃったんだけども、まあこれだとそうでもないからね、これスタンディングの時にちょうどいい感じに今なっているから、まあこっちの方が乗りやすいと言えなくもないね。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございます。